はい、第2部を始めさせていただきます。最初にまた動画からお願いします。しなければなりません。あるいは地で武装しなければなりません。ネガティブな感情、他者を貶めたい欲望、そして無制限の自己肯定が跋扈して社会が劣化していこうとしている今こそ、私たちは信頼できる地と言葉を作り出さなければなりません。今日集まられた皆さんがその先頭に立たれようとしていることに深い敬意を捧げたいと思います。残念ながら本日は2人の小学生の子供をお絵かき教室と水泳教室に連れて行かなければなりません。さらに冬用の子供服の洗濯も終わっておらず、
集会には参加できませんが、洗濯機の前もしくは物干し台から集会の成功をお祈りしております。それでは。メッセージありがとうございました。ただいまから第2号を始めますが、本日ですね、ただいまの時点でこの集会場に1300名の方がいらっしゃいます。本日はおそらくは1500名を超える方々がこの会場に足を運ばれたわけでございますが、会場に制限がございまして、多くの方々に、帰っていただくというようなことになりました。残念ながら入られなかった方々に、心からはお詫び申し上げます。と同時に IWZ ですか、と同時に同時に発信しておりますので、そちらでご参加いただければというふうに思います。それでは第2号を始めたいと思います。冒頭で申し上げましたように、今回の安全保障関連法案法の成立は戦後の70年の歴史を大きく、揺るがすものでございます。日本の国の形を変える大きな暴挙が行われたと言っていいかというふうに思います。と同時に、国際的に見ましても立憲主義、平和主義、あるいは民主主義の根幹を揺るがす大きな、国際的な事件でもあったというふうに私は理解しています。と同時に、この戦いを通じてですね、新しい市民運動、私も考えてみたんですが、市民運動というのがですね、日本に成立したのは1970年代だと思います。市民が登場したんですね。でしかしそれをさらに推し進めたと言っていいでしょう。今回の市民運動は主権者としての市民運動です。これは主権者としての市民運動が日本社会に成立したのはおそらく初めてと言っていいかというほどの大きな歴史的事件だろうというふうに思います。でこの新しい民主主義の在り方、並びにこれからのですね、この安全保障関連法を廃止に向けてどのような戦いが可能なのか、どのような取り組みが可能なのか、またそこにおける大学人の使命と責任はどこにあるのかということをめぐってですね、今からシンポジウムを行いたいというふうに思います。それぞれのシンポジストの方に10分間最初にお話しいただき、あとは自由なですね、討議を展開していただきたいというふうに思います。それでは最初にシンポジストです、早稲田大学教授の長谷部康夫さんです。よろしくお願いします。長谷部でございます。私の方で申し上げたいことは、これ第一部でもこれは様々な方々ご指摘になったことですが、今回の一連の動きで注目に値しますのは、この成立前の安保法案についても、そして成立後の安保法制につきましても、多くの数多くの一般市民の方々が自分で考え判断して、ご自身の意思で反対の声を上げている、ということです。政治的な問題ももちろんそうですが、何を選ぶのか、どう行動するのか、これは理由に照らし、リーズンに照らして自分で判断をする、ということでありまして、周りに言い合わせて行動すればそれですので、というものではない。考えてみれば当たり前のことではございます。今回の安保法制についてもそうですが、政治的な問題を考えるときは非常に大雑把に分けると3つのアプローチがあります。道理で考えるのか、損得で考えるのか、そして最後は力づくの問題として考えるのか、もちろんこれらはお互いに関連はしてはおりますけれども、とりあえず3つに分けて考えることができます。このいわゆる安保法、革新的な部分において違憲である、憲法違反だと、という議論は道理が通らないという議論です。従来の政府見解との整合性はない、歯止めもない、憲法9条に違反することは明らかである、道理が通りません。憲法という道理の中でも最も大事なものに反しているということで、本来はこれでも結論は出ているはずのものであります。政府与党の側からこの道理の論点について反論らしい反論はありません。ご存知の通りです。彼らが言っているのは、誰が言っているのか、学者が言っているだけだ、元最高裁長官といっても今は一指人に過ぎない、これいわば論点のすり替えでありまして、道理の中身
に関する反論ができていない、そのことを自ら明らかにしていると言っていいでしょう。他方、憲法はともかく安全保障上の論点があります。この議論、これは、野党の損得、それから力づくという残りの2つの論点を持ち出しているわけであります。ただ、損得感情で考えても得になる理由が見当たりません。今回の法制が必要である理由として政府が挙げている具体的な事例、これはホルムズ海峡にしても米韓同盟にいたしましても国会審議の過程において非現実的な想定であるということを政府自身が明らかにしております。他方、損にはなるでしょう。アメリカに付き合って世界中で兵団を担う、他国との紛争に巻き込まれるリスクを増やす、そのための財政支出も増大する、そしてさらに何よりも自国の憲法原則を大事にしない国だというそういう評価を高めることになります。どう考えても損になります。力づくの論点につきまして、政府与党の側は、ご存知の通り日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増していると主張しておりますが、その具体的根拠は示しておりません。私がよく挙げるものですけれども、Institute for Economics and Peace という、これはオーストラリアの著名なシンクタンクが、毎年、グローバルピースインデックス、という、ランク付けですね、これは世界中の国々を、平和で安全である順番にランク付けをしているものですけれども、日本はここ数年、今年も含めてですが、世界で8番目に平和で安全な国だと。こういうランクを保って、おります。私の教師なもんですから、何かといって例えばテストになるんですけれども、テストでですね50点を60点にするって割と簡単です。ただ90点を100点にすると非常に難しい。やはり従来通り余計なことをしないで今まで通りのことをやってるというのがやっぱり一番いいわけでございまして、現在世界で8番目に平和で安全な国でしたら、なぜ今までと同じことを続けようとしないのか。日本が近い将来大規模な軍事衝突に巻き込まれるリスク、本当に政府があると考えているのであれば、私は第一にやるべきことは原発をやめることだと思います。私が北朝鮮の指導者で本気で日本と戦争しようとするのであれば、弾道ミサイルを飛ばすような非効率なことはしないと思います。日本海沿岸の原発をいくつか破壊すれば日本はもうおしまい。相手の立場に立って考えればすぐ分かることであります。このように道理損得力づくのどのレベルで考えましても、安倍政権の判断は合理的とは言えません。なぜ彼らはこうした選択をしているのか。でこの点、実は私敬愛するジャーナリストで柿崎明治さんという共同通信のジャーナリストの方いらっしゃって、最近検証アベイズムという岩波新書の本をお出しになってます。幸いお送りいただきたんで拝読をしたんですが、まあそれで分かったことがございまして、とはもう安倍晋三という人は政治の問題を好き嫌いで判断する人間だ。自分の国が好きなのは当たり前であれば、自分の国の総理の判断に従うのも当たり前で、彼は日本国憲法は嫌いだから憲法に基づく道理はそもそも受け入れない、どうもそのよう。まあ、もちろん彼自身も憲法に基づいて首相の地位についてるわけですから、憲法を全否定するってそれこそ道理が通らないですが、まあ、自分を首相にしてくれている部分は好きということなんですよ。で憲法第9条は嫌い、ということのようです。人もちろん好き嫌いで物事を判断することはあります。誰と友達付き合いするかとかですね、どんな食べ物を食べるかと、どんな音楽を聴くか、まあ、それは好き嫌いで判断するものでありましょう。個人的私的な選択の場、好き嫌いで判断することであります。まあ、しかし好き嫌いを政治に持ち込むというのはこれは極めて危険でありまして、まあ、非合理な、つまり道理の通らない、国民全体の利益を損なうおかしな判断を導く蓋然性が極めて高いと言わざるを得ません。
つまり今の政権が続くということになりますと、これは日本の政治を壊す、さらには日本という国を壊すということになりかねない、大変危険である。そういうでは、学者の会呼びかけ人で上智大学教授の中野浩一先生です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。控室でちょっと雑談していて、リスト、登壇者のリスト見てて、どなたかが紅白歌合戦みたいだねっておっしゃって学者と学生とで今のところどっちが勝ってるでしょうかっていう感じなんですけど第一部で皆さんのスピーチを伺ってて、非常にこううなずいたら拍手しながら聞いてたんですけれども、やっぱり大沢真美さんのところで壇上の先生方皆さんが涙目になっているので、でもそういう私も号泣してたんですけどこれは負けたかなと思ってて、次の奥間さんに頑張っていただくとして、その後こっちですから非常に辛い状況かなと思ってますけれども、長谷部先生の後を受けてお話しさせていただきます。長谷部先生にさっきお話してたら、カウンターデモクラシーの話できないからお願いできませんかっていうふうに言われまして、じゃあそれでいこうということで今決めたようなところなんですけれども、一応政治学者ということで、あるんですが、ただ私自身はこの一連の流れの中っていうのはたまに国会前で話する時も言ってるんですけれども、正直言って父親として動いてるところで、この間ようやく初めてママの会に呼んでいただいて一番自分のところに来たっていう感じがしてるところなんで、本当は私は学者とかなんとかっていうのでいられるような立場ではないと思ってます。で本当に子供やその友達たちにどういうその社会を残していくのかっていうことに関して、自分の世代でこういうことが起きてしまうっていうのに何もしなかったっていうのは本当に死んでも死にきれないなと思って今動いているということでずっとやってきました。そういう意味では、ちょっと個人的な話にさせていただく、自分自身の目でしか見てないと言いますか、政治学者としてこういうことが起きているということを分析するほど冷静な距離感って今のところ正直持ってないので、自分から見たところでという話をさせていただきます。で私自身のつながりということで言えば、2013年の春初夏ぐらいのタイミングだったんですが、96条の会というのが、樋口陽一先生であるとか長谷部先生であるとか山口さんとか大体似たような仲間でこう始まったというのが始まりでして、今思い返せばですけれども、安倍さんはその時から裏口入学をしようと非常にやっていたわけで、その頃から樋口先生や皆さんでこう立憲主義を危うくするものだということを、学者として、これは許すことはできないということで発言が始まったということがやっぱりあったと思うんですね。でその時に96条の会発足の進歩というのを、たまたま上智大学でやるということになりまして、何百人という部屋を用意したんですけれども、蓋を開けてみたらその始まる何時間も前から、後の目撃情報になると午後の一番最初の授業の時からどうもその教室で座ってたおじいさんがいたらしいみたいな話になりまして、樋口先生の朝日新聞の夕刊の記事を手にしてうろうろされている方がたくさんいらして、でもう開始時刻の前からこう校門の正門の外まで人が並んでしまうような状況になりまして、これは大変なことが起きていると思いまして、いろんなところに頭を下げてその教室を開けてもらって、で今日も中継をしてくださっている IWJ が中のネットワークもつないでくださって、本当に来てくださった方には準備があれで困ったんですけれども、小さな教室を結局9つだかなんだか開けて、1000人の規模の方が、集まったということで、普通そういうことはやっぱりなかったわけですね。これまでそんなことが起きるとは思いもしなかったので、これはすごいなと思ったのと、やっぱりとんでもないことが起きてるっていうことがこれだけその皆さんお考えになってるし、また自分の足でこう運んで考えたいということでおいでになってるっていうことで、非常にあれは何ていうかこう少なくとも私としては何ていうか歴史に残るモーメントだったというふうに記憶しております。でその後その、2014年に入って今度は集団的自衛権の解釈改憲を狙ってるらしいということで、年の頭の方に、今度は立憲デモクラシーの会を作ろうということになっていったわけですね。
で実際その、まあ、大体まあ同じようなメンバーをこう中心としてまた、ただ違った形で活動を始めたというのが今回の流れでいうと直接的なことに私の場合になるんですけれども、まあ、そうは言いながらその閣議決定されてしまったと。ただやっぱり最初からこう立憲デモクラシーの会っていうのをつける名前をつけるときに冒頭で樋口先生がご指摘されてたように立憲主義と民主主義、これは別にその矛盾のない予定調和の関係ではないということの議論はやっぱり内部であったんですね。でそれでもやっぱり立憲デモクラシーの会という名前をつけようということで、私なりの解釈ではやっぱりそこに込められた思いというのは立憲主義を守ろうと。ただ結局我々はその金持ちからもない単なるその大学の教員ですから、結局やっぱりデモクラシーの力に頼るしかないということで、市民社会を信頼してそこにアピールをしていこうということがその名前に込められた思いだったと思うんですね。でそこはやっぱり来てるのはデモクラシーというのは、まあ、民主主義だとやっぱりちょっと漢字が並んでいかにも分かりにくいっていうのもあったんですけれども、やっぱりこうデモクラシーの方がより直接的にそのデモスとクラトス、民衆の力ということで、議会政治がおかしくなっているその小選挙区制の作用であるとか違憲状態という判決が何度も出ているその、一票の格差とかそういうことにもかかわらず、私が最高責任者だということでいろんな形でこう裏口入学、あるいは小林先生の表現だと憲法泥棒を図ろうとしているというようなことで、これに対抗するのはやっぱりこう力を呼び覚ます、それはもう民衆の力以外ないんだということが あったように思います。まあ、そうは言いながら閣議決定っていうのはやっぱり内部で勝手にやっちゃうもんですから、勝手にやられちゃったわけですね。でその後から、山口二郎さんと私が当初は、声をかける形で、集団的自衛権に反対する諸団体と連携やっぱりしてきた方がいいだろうということになりまして、連絡会議というのをこれあんまり公の場で今まで言ってなかったんですけども、別に秘密にしてたわけではなくて、単にそういう連絡会議というのを持った方がいいだろうということで、確かだから去年の8月が第1回だったんじゃないかと、7月中にやったかもしれませんが、そんな形でいろんな団体、それはその今総掛かり行動となった流れ、そして、日弁連の方であるとか、あるいはアスワカですね、明日の自由を守る若手弁護士の会、であるとか、あとその、まあ、シールズにも途中から声をかけて、学者の会にも途中から声をかけて、一番最近だとママの会も入ってもらおうということになったりということで、さまざまなこう団体との連携ということを、図ってやってきました。でそういったことっていうのの蓄積っていうのはその段階から始まって、やっぱりこう顔を見合わせて、で単に意見交換、情報交換をするだけなんですけれども、そういう形っていうのができてきたというのはやっぱり後々になって聞いてきたのかなというふうには思っています。で私自身その個人的なやっぱりことになるんですが、シリーズのメンバーと最初に会ったのはその割と頃だと思うんですね。で東京デモクラシークルーに連れてこられる形で、多分奥田君が来ていたのかな、サスプルで来て、それでその時は東京デモクラシーの子分が来たのかなぐらいに思ってて、若者って言いながら彼はそんなに若くないから若者連れてこられたんだけど行きたいって言ったの、来たいって言って学生も来るんだと思ってちょっと驚いた記憶があったんです。ただ個人的なことで言うと、私はその時こういう子もいるんだと思ったんですが、自分から積極的にそのなんていうか仲良くしようよみたいな全然なかったんですね。というのはやっぱり別に嫌だったからとか全然そういうんじゃなくて、なんで来るんだろうって思ったんですよ正直言って。っていうのは学生で自分たちでやるっていうんだったら自分たちでやってるから、なんで僕はだから世代的にも学生の時にそんな立派なこと一つもやってなかったので、特に教えることも何もないし、何なのかなって正直思ってたんですね。でその後もまたちょっとたまに協力をしてくださいみたいな感じで来られた不思議な子たちがいるもんだなと思って、でただやっぱりそういう距離感があって、実は今奥田君とか言ってますけど、結構最近まで奥田さんとか本間さんとか千葉さんとかいちいち言ってたんですね。というのは自分の中でどうしてもやっぱり教員だと学生に対してこう権力的な関係にあって、それこそ長谷部さんがおっしゃったようにテストする側ですから、でねやっぱり礼儀正しい人たちだから先生先生って言ってくれるから、どうしてもえばっちゃうっていうのがあるんで一応その節度を保とうと思ってさん付けでやってたんですが、ただ個人的にやっぱり親しくなるとなんかバカバカしくなってきて最近はクイーン呼ばわりになって、年が上がってるのにクイーン呼ばわりするっていうちょっと不思議な現象が起きてるんですけれども、でいずれにしてもそういったようなことがまあ地味にこうあって、
やっぱりなんていうか潮目が変わったのはこれ皆さんもそう思われると思うんですが、今年の6月のやっぱりその、憲法審査会におけるその小林先生、長谷部先生のその違憲発言だったと思うんですね。でそこでやっぱり一気にこう立憲主義だとか違憲なんだっていうことがわっとこう広まっていって、逆に言うとこれまで言ってたのになんであんなに広まらなかったんだろうっていう思いもないわけがないんですが、インパクトですよね。それでその小林先生はもちろんかねてから非常にこうなんていうんですか、パワフルな方ということは皆さんご存知だと思うんですが、やっぱり長谷部先生があの場でああいうことをおっしゃったっていうのはかなり衝撃的なことだと思います。でそこはやっぱり個人の勇気といいますか、鼻っ端の強さと言いますか、やっぱりそれを言ってのけちゃうっていうのはすごいことだと思うし、それでさらに路上に人が来るようになったと思うんです。でそこでやっぱりなんていうんですか、今回の運動で、シールズもそうだし、蘇我会リコードは木曜日っていうことで非常に画期的だったと思うのは、で蘇我会リコードも結局昔の言い方で言うとその代々木系と非代々木系とかそういうのが一緒になってるわけですね。でそれをやったということは何かというと、自分たちだけではダメだから一緒にやらなきゃいけない、それだけじゃなくてやっぱり場を作るっていうことをやったわけですね。でシールズの場合もやっぱり場を作るということ、人が来れるような場を作る、個人で来れる場を作るっていうことに先進したっていうのが、でそれができるだけこうなんていうんですか、行きたいなと思わせるような形でやろうっていうことを一生懸命やってくれたわけですね。でそれはだから上智大学で96条の会の時来ちゃったっていうのとやっぱり違うんですよ。その要はなんていうの、招待状出したのに来てくれないと寂しいじゃないですか。だけどその勇気を持って個人が立ち出して、もっと他にもあなたたちも主権者なんだから来てよっていうことを言ったということによって、それに応えて人が来た、一人一人が勇気を持って来たっていうことがやっぱり非常に画期的だと思うんですね。一人で立つっていうのはやっぱり最初に立つのってすごい勇気があると思うんですよ。私はそういう意味では総がかりであるような、もうずっと我々がこう平和主義だのなんだのってことをあんまり考えてなかった時も地道にやってた人たちっていうのは、まあ、本当すごいと思うんですね。やっぱり誰もが無視してる中で何の注目を浴びない中で立ち続けるのって苦痛ですから、誰も受け取らないビラを配るっていうのは苦痛ですから、でもそれをやってた人たちがいて、しかし自分たちでもっと違ったやり方をしたら自分たちがなりの形で人を呼べるんじゃないかと思ってそれをやった人たちが出てきた。そしたら本当にそれを見て自分も行ってみようと思う人たちが出てきた。でそういうのが形になってきたっていうのはやっぱり非常に画期的なことだったと思うんです。で実は私どもも私どもって立憲デモクラシーの会ですが、9月16日にそのやっぱりシンポジウムをやろうということで、教育会館に抑えてやっていたんですね。ただご存知のように16日っていうと19日の未明が強行採決ですから、かなり日程的に詰まってきていて、ここはやっぱりその路上に出ないとまずいだろうということで、提案をしたんですね。でそれはそのやっぱりこの段階になって屋内に物を人を入れる状況ではないということで申し上げたら、実はその石川健二先生が、東京大学の憲法学者で石川健二先生が真っ先にそうでしょう、路上に行きましょうっておっしゃって、長谷部先生も路上に行きましょうっておっしゃって、会場を借りた山口先生がみたいな感じだったんですよ。で憲法学者が行こうっていうふうになって、石川先生っていうのはGoogle で石川健二ってやるとその後に天才って出る人なんですよ。私の場合っても左翼としか出ませんから、私はもうちょっと頑張らないと在日が出ないんで、もうちょっと頑張ろうと思ってるぐらいなんですけど、天才って出る人ですよ本当に。やってみてください。僕もそれ見た時はびっくりしたんですけど、羨ましいなと思いましたけど、その人が路上に出ましょうって言うんですよ。で何が起きてるかっていうと、これ長谷部先生も同じだと思うんです。気づいた方もいらしたと思うんですが、今最初にカウンターデモクラシーは任せたとおっしゃりながら市民社会のことで始めてらっしゃるんですよ。でやっぱり僕はこれは正直言って憲法学者の方たちは感動したんだと思うんです。自分たちがもうとにかく一生かけて勉強してきて研究してきた憲法立憲主義っていうことに、それを大事だと思って訴えたら、こんなに市民の方たちが自分たちの生活で忙しいのに出てきてくださってる、でそれにやっぱり感動したと思うんですよね。でそこで言いたいのはやっぱり安保学者お前らどこにいるんだって話なんですよ。結局やっぱり原発村と同じで安保村の住民っていうのは最後まで我々に語りかけることができなかった、それはやっぱり論拠がないからなわけですね。論拠があるんだったら出てこいだろう。時間がオーバーしたんで、ここでやめますが、新規トップですが、ただそういうことが起きているということで、ありがとうございました。どうもありがとうございます。考えてみると、
ここに列席した方々はみんな僕より若いですね。僕も若いですが今話された中野さんなんて僕が東大を教えた時に学生だったんですよ。ね、こういうやっぱあの新しい世代でこういうシンポジウムができるとはとても素晴らしいことです。学者の会の読み書き人である奥前院さん、慶応義塾大学の教授です。お願いします。この発想自体について10分話せということだったので、まあ、あの他の方々が現場に即した話はいろいろ見てくださっていると思いますから、私はちょっと距離を取って、まあ、2000キロか3000キロぐらい距離を取って、ものの見方をしますとですね、まあ、最近世界的に大衆運動がまた起きてきているわけです。でそれは私の見方ではかなり共通の背景が起きてきている部分と、その社会ごとの、特性によって起きてきている部分と両方あると思います。で先に世界的な共通性というか普遍性のことについて説明をした上で、日本の特性という部分、出方の特性ですね、それをお話をして、この夏の、ことについて私がどう考えているかということについてお話をしたいと思います。まあ、世界的な共通性ということに関しては、これはよく言われるグローバル化と情報化という言葉に集約されるようなことが起きているわけです。もう一つは市場の浸透ということです。でそこで起きてきていることというのは、雇用の不安定化であるとか、市場経済の浸透であるとか、未来に対する不安であるとか、そういったことが起きてきているわけですね。あともう一つ共通して起きてきている現象が、20世紀の、制度が21世紀の社会にだんだん合わなくなってきたことであって、例えばマスメディアの仕組みというものがもう21世紀の現在に合っているのか、つまりかなり大きな、新聞社やテレビ会社というものが、まあ、日本には記者クラブっていう分かりやすい象徴的な制度がありますけれども、まあ、そういうタイプの情報の集め方で、まあ、要所要所に記者クラブが配置されていく、つまり例えば、商工会議所であるとか政党であるとか労働組合であるとか、そういうところに配置されたところから情報を取ってくるというシステムが、まあ、だんだん21世紀の社会の実態に合わなくなっている、いう現象が起きていると思います。まあ、その代わりにインターネットが間を埋めるという形になっているのは皆さんの感じの通りだと思いますが、まあ、選挙というものも私のように何世紀単位で見る人間から見ると20世紀の半ばに成立した制度ですね、普通選挙というものは、まあ、それが現代の社会に果たして、全社会構成員の意思を反映するのに適した制度になっているのかなっていないのかというが、だんだんもしかしたら問い直されつつあるのかもしれない、まあ、それに対する不満とか不安というものが時に直接民主性の要求を帯びるような大衆運動という形で出てきているというふうな共通性は世界的に見えるのではないかなと思います。であともう一つ世界的に共通して起きている現象がですね、従来の右左という対立ではだんだんなくなったということ、まあ、これは 2,30 年前から言われていることです。どうして従来の右左の対立がなくなるかというと、まあ、それはもう基盤そのものが変わったからであって、例えば従来の左と呼ばれているものの基盤だった労働組合とか労働者階級意識みたいなものはもうこれは変わらざるを得ない、それから従来の保守側の基盤だった、まあ、日本だったら例えば自治会とか町内会とか、あるいはイギリスみたいなところだと貴族階級意識みたいな、そういうものっていうのはもうこれは変わってこざるを得ない。そうなってくると従来の右左ではなくなるっていうのは、まあ、これは当然のことです。で一時期90年代から2000年代最初ぐらいまでは従来の右左みたいなものが失効して、だんだんみんな中道化してきてるって言われてたんですけれども、2000年代の後半ぐらいになってくるとまた両極化が激しくなっていきました。で現在世界的にどこでも両極化が起きています。まあそれはいろんな理由があります。というのはやはり経済政策やなんかでは、どの立場を取ってもあまり打てる手が少なくなってきたので、アイデンティティの政治というところに非常に移るようになってまいりました。でアイデンティティの政治という形になってくると、まあ、インターネットの助けということもあって両極化が起きやすくなると。で
まあ、これは例えばあのアメリカみたいな形ですとエスニックアイデンティティという形で出てくるあのアイデンティティ政治になりますし、まあ、ジェンダーもありますね。まあ、あのヨーロッパですと移民という問題で出てきたりします。あれ宗教という形で出てきたりします。まあ、日本でそれの代役になっているのは歴史認識だろうと私は思っています。あれは日本における宗教の代役みたいな機能を果たしていると私は思っておりますけれども、まあ、そういう形でアイデンティティの政治という形のことが起きて両極化が起きてくるという現象が私には、共通している部分があろうかなと思っています。で、その中でですね、その両極化ということになった場合に、まあ、どっちが右か左かというのはこれは今となってはほとんど意味をなさなくなってくるわけですが、どうしてかというと保守的なアイデンティティを掲げている側の方が市場主義と結びつく、そして現状の秩序を変えるという方向に行くという傾向がこれも世界的に見られる現象です。なぜナショナリズムと市場主義という結びつきになるのかということについてはこれは分析ができますが、ここでは省略いたします。ただ、ナショナリズムと市場主義、あるいは保守的なアイデンティティと市場主義という形の組み合わせの、政治勢力なり政党というものが現状秩序を変革していくという方向がこれが世界的に割と起きてきていることであります。で、その場合その保守的アイデンティティを掲げていてもそれはある意味象徴にしかならない。なぜかといえばもうすでに消えているものだからですね。その貴族階級意識とか純粋な民族フランスとかもうありえないわけですから、どう考えたってあれは昔の村を取り戻すとか逆に消えてるものですからね、実態としては。ですから幻想にならざるを得ないわけですが、そういう象徴を掲げて実際にやっていることが、グローバリズムであるという組み合わせが多くなってきています。で、まあ、当然その社会全体、世界全体が昔の安定性を失っておりますから、みんな非常に不安を抱いています。で、不安を抱いている状態から、より改革をしていこうという思考と昔の秩序を守りたいという思考と両方出てくると私は思っておりますが、まあ、あえて乱暴なことを言うと幻想としての昔の秩序、昔のアイデンティティを取り戻そうという形で実態としてはグローバル化を進めるという組み合わせと、アイデンティティ的には現状適応なんだけれども、どちらかというと特に先進国においては昔の生活レベルや昔の社会保障レベルをできるだけ防衛していこう、あるいはそれを手直ししながら維持していこうという、勢力の分割という形になってきているのかなというふうに感じております。まあ、これを従来の右左に当てはめて言うのは適切ではないと思いますけれども、で、そうなってきますとどういうことが起きるかというと、まあ、どうしてもその、先ほど言った前者、つまりグローバリズムと、右派的アイデンティティの組み合わせの方が攻撃的になりやすいわけですね。で、そうするとそれに対抗する側はそれに対して、なんとか現状あるいはかつての秩序を防衛する、あるいは ある一定程度達成された、生活レベルや雇用レベルを防衛すると、いう形の反応になるのは、まあ、これはある程度自然なことであって、ただ、結局政党システムからは阻害されているということがありますから、ある種の疎外感とそれから大衆運動と、直接民主主義志向という組み合わせになってくるという現象が各地で見られるのかなというふうに考えています。で、まあ、以上が普遍的な部分です。で、日本に特徴的なという部分のところに非常に移しますと、やはり、世界普遍的に同じようなことが進んでいる部分があると私は思うのですが、各国に行ってみたり話を聞いたり、またそこの地域のレポートの論文を読んでいたりすると、やはりそれぞれの社会の文脈というものがあって、先ほど言いましたけれども、やはりヨーロッパ、まあ、国によりますけれども、まあ、やっぱり普遍的な人権主義がヨーロッパなんだというような意識が強かったり、まあ、特にフランスなんかそうですね。まあ、そういうところですと、やはり宗教や移民の問題という形、あるいは共和制を守ると、まあ、それが建国の国是だからという形で出てくるという形の大衆運動が出てきますし、アメリカの場合はこれは外れてるかもしれませんが、オキュパイ・ウォール・ストリートみたいなことが起きたのは、一番はやはりその、金融投資で失敗した銀行に公的資金注入するというのは許せないと。
アメリカは自己責任と平等の国だろうと、自由と平等の国のアメリカなのになんで大資本ばっかり公的資金で救われるんだ、これが許せないっていう、まあ、そこが一番怒りに火がついた大きな理由ではないかなと私は勝手に思っております、まあ、違うかもしれません。でやはり後半の怒りを誘うっていうのはそういう現象ですと思いますけれども、では現代日本で考えるとすると、やはり現代日本は、まあ、フランスにとっての自由平等友愛に当たるものは日本にとってはやはり平和と民主主義と、憲法という部分が日本国全体とは言いませんけれども、まあ、ある程度の数の人には共有されていると、いう状況にありますので、それの価値観と秩序を犯す動きが起きた場合にはかなり激しく反応すると、いうことが見られたのかなというふうに思っております。ただ、その現象そのものは、戦後の日本である程度一貫して見ることができたわけですけれども、実態はかなり昔とは違っているわけであって、昔だったら例えば労働組合が労働組合の旗を掲げて、まあ、これは日本の特徴と言ってもいいんですけど、要するにスローガンとか政治目的の、こうしましょうとかこういうことを主張しますって旗を掲げてくるんですけど、団体旗を掲げてくるんですね我々はこの団体だっていう旗を掲げてくるんです、まあ、あれの旗の方が多いっていうのは割と日本の特徴かなと思っているところもありますけれども、あのほとんどのようにやっぱりその中間集団単位で動くっていうのが日本の運動に大変多かったと私は思っておりますけれども、その傾向はやっぱり世界普遍的に今回は、かなり崩れたというか、まあそこまでの動員力がもう労組にも自治会にもありませんから、もう保守も革新の側もそういう動員力がないので、まあ、あの主催グループの100人なり200人なりがインターネットで情報を拡散してそこにバーッと集まってくるっていう、まあ、割とこれも世界普遍的な形態になってきてるなというふうに思います、ですから学生というグループが表に立っても、従来例えば60年代にあったような学生の自治会で多数派取って自治会決議作ったから、そのなんとか大学自治会っていう旗掲げて学生ばっかりやってくるみたいな形態には全くならないわけですね。あのまあ、そもそもシールズの皆さんの話聞いてると学内で組織するっていう感覚は全く最初から持っていらっしゃらないようですから、あの自由参加型ネットワークというここの実態の変化は明らかにあるわけです。ここは世界普遍的です。ただ日本の特殊性としてはやはり、まあ、憲法、立憲主義、まあ、立憲主義っていうのはあの戦後の日本じゃないですけど戦前の日本からはもう ある種の民主化運動で蓄積されたスローガンですから、まあ、当然立憲主義の場合にはあの乱暴な動きに対して在来の良き法秩序を守れっていうそういう部分も含みますので、まあ、これは世界普遍的な部分と共通しているわけですけれども、まあ、それと日常に対する不安感みたいなもの、もちろん同時進行で TPP みたいなものも進行していた、あるいは雇用規制改革みたいなものも進行していたというようなこと、あるいは大学の予算が削られつつあるとか、そういうことも進行していたのがいろいろな不安感を醸し出している状況の中で一番社会秩序の根幹価値観に語るような部分に触れた動きがあったのが今回の反応なりという形なのかと私は思っていました、ただ実態としては明らかに30年前40年前とは違ったものであり、日本的な戦後日本的な文脈の現れ方をしているけれども非常に、世界普遍的な動きであろうかなと思いました。まあ、この点は例えば2011年以降の原発の反対運動というのはあれはどちらかというと戦後日本に蓄積されたコンテクストだとまた別のところで本当に直接的なショックからドーンと出てきたものですからちょっと違ったものだったと思います。でまとめろという話ですけれども、まあこういうところから、まあ、とりあえず分析はしてみました。でこれをどう今後につなげるかということについてなんですけれども、まあ、これはこの後話し合えばいいと思いますが、割合世界共通的にこれを選挙結果という形に結びつけるのはどこも苦労をしていて、それはどうしてかというと2つ理由があって、まずこういう組織されざるネットワーク型大衆運動というのは20世紀型の投票システムとはあまり適合がしにくいという問題がある。もう一つは20世紀型の政党システムと適合させるということも難しいという問題があります。でそこを媒介をどうつける かということを当面考えていかないと20世紀型のシステムが悪いんだって言ってしまっても、まずシステム変えるところからっていうわけにはいきませんから、それを考えなければいけないという問題があります。あともう一つ、日本の場合の特徴としてはやはり、これは別に世界にはいろんな国があって必ずしも在来の、左派的な政党が強い国ばっかりではないのですが、まあ、日本は比較的弱い国だったので、
媒介がつきにくいわけですね。ただ日本よりも従来の、そういう左派的な勢力と呼ばれるものが弱くて、圧倒的にナショナリズムと、市場主義の、側だけが圧倒的に強いみたいな、ロシアみたいな国もありますから、そこまでに、至らないようにもったかないと今後が大変だろうかなということを考えているわけです。まあ、目標値としてはどの辺を設定するかということはもうこれから考えていかなければならないことですが、一応これが私の情勢分析です。続いては新入メンバーで明治大学大学院生の千葉康さんです。よろしくお願いします。本当にそうそうたるあの学者の方々の後にこのような形で喋る機会をいただき大変恐縮しております。あと僕の後にあのこの夏で一躍時の人となった奥田君が書かれているので遠くはさっとお話してもらえるかなと思うんですけど、まあ、大学院の修士課程で現在政治学を専攻しています千葉康正と申します。よろしくお願いします。さて、昨日幾多の意向を残しつつ成立した安保関連法ですが、法案それ自体の問題もさることながら、法案を成立させるプロセスにも本当に感化することができない、幾多の問題がありました。国民から、委託された採決権を野党議員から奪うあの人間鎌倉ですね。そしてそれをなかったことにする嘘と欺瞞、改ざんと捏造にまみれた議事録、さっきの国会を見ていると、政治とは何か、誰のために行われる営みであるのか、それが分からなくなったのは僕だけではないはずです。ここにいらっしゃる、法律、憲法についてまさしく生涯をかけ、研究なさられてきた学者の方々が安倍政治に対し強い憤りを覚えているのと同じような感覚が僕の中にもあります。僕は恥ずかしながらも、大学院で政治学を学んでいる者として政治が何であるかをけなされた気がして悔しさと怒りを覚えました。政治とは一体何なんでしょうか。ある辞書にはこのような定義で政治が表されていました。それは1、主権者が領土そして人民を治めること、2、ある社会の対立や利害を調整して社会全体を統合するとともに社会の意思決定を行い、これを実現する作用。これに示されているように政治とは主権者が主語となる行為です。その主体は政権を取り権力を握ったつもりでいる個人では断じてありません。で、社会の対立や利害を調整して社会全体を統合し意思決定をなす際を、それこそが政治と呼ばれる行為なのです。安倍政権が行っている社会の対立を煽り、権益にまみれた一方的な利害の調整は断じて政治ではありません。政治を学ぶ者として、政治を学ぶ身として今この国の議会と呼ばれる場所で行われているあの偉そうな政治を、あの偉そうな茶番を僕は政治とは見なしません。政治とはもっと、英知と誠実さに満ちた営みであり、議会制民主主義とは違憲状態の選挙制度をよりどころとした多数決ゲームでもありません。政治の話なんて知らなくても興味がなくても関わりを持たなくても生活はすることができます。興味がなく、むしろその方がベターという社会の風潮すら感じます。しかし政治に参加しないということは現在の日本の選挙制度では体制に対してイエスということです。無関心でいることは今起ころうとしている国家的犯罪にイエスという態度を示すということです。与党だけで政治が行われるのなら、政権についている権力者だけが政治を行うのなら、さらに言ってしまえば安倍晋三だけが政治を動かすのなら、それは独裁と呼ばれる政治体制と一体何が違うのか僕には分かりません。国民議会の政治という言葉がありますが、確かにそう表現することもできるでしょう。しかし、この国は今まさに正当な手続きによる誠実な政治が不在しているのではないでしょうか。この国の主権者は何があっても私たち国民一人一人です。議会制民主主義において国会議員とは僕たちの代表であるべきです。僕たちの代表が選んだ総理大臣もまた僕たちの代表であるべきなのです。残念ながら安倍政権はもう僕たちの代表ではありません。僕たちの代表ではない以上、安倍政権が政権の座にとど、まり続ける意義も大義にもありません。やはり僕たちは、日本を取り戻さなきゃいけないんじゃないかと強く思うんですよね。そうです、それは安倍晋三です。
彼の前時代的なダサく、そして歪んだ、そしてやっぱりダサいイデオロギーに立脚した政策にノーを叫びましょう。彼が声高に叫ぶ戦後レジームからの脱却とは一体何なのか、一体それは戦前の回避なのでしょうか。じゃあそれを見てみると、戦後から抜け出すということは現在の対米中の外交ではなく、独立した主権国家として責任と誇りを持ち国家運営を行うことこそが、戦後からの脱却であると僕は強く思います。誰が言ったのかちょっと僕は分からないんですけど、政治とは国民の映し鏡であるという言葉があります。ヘイトスピーチがあふれ、中国や韓国が嫌いだというようなタイトルの本が売られている国は果たして美しい国なのでしょうか。ナショナリズムを煽り、強い国家像を掲げつつ尻尾を振って覇権国家のパシになるような政権があり続けることはこの国の本質に他なりません。安全保障の危機を煽る言説の中にはよく抑止力という言葉を見ますが、争いを抑止するということは互いに剣を突きつけ合い兵器開発を競うことではなく、互いを深く理解することこそが争いの抑止です。これは理想論でも非現実的な話でもありません。一千数百億円のイージス艦を買って抑止力なるものを高めた気にならず、一千億円規模の文化交流をすればいいんです。それは相当な規模の文化交流になるでしょう、歴史に残る交流になるでしょう。そしてそれを通してお互いの胸に言葉や国籍を超えた共通の記憶や認識が刻まれるでしょう。それはもしも外交的危機が訪れた際にイージス艦よりもはるかに争いを抑止する力に僕はなるんじゃないかと思います。戦後は70年目を迎えました。あの言葉にすることができないほどの悲惨な戦争の記憶と日本国憲法の崇高な理念の存在はこの国を戦場から遠ざけてきました。現在とは過去の上にあり未来へつながる場所です。この国の戦後70年の歩みとは、再び戦場に国民を送らないという先人の願いであり未来への誓いです。戦争の記憶、崇高な理念、先人たちの願い、そして不戦の誓い、それは一政権がいたずらにないがしろにすることが許されるものでは決してありません。民主主義って何だって、昨年から僕たちが叫んでいたこの問いの答えを僕たちはこの夏の戦いの中で見つけました。この数ヶ月のこの国の民主主義の前進は決して過大評価ではありません。正直だるいと思っていた政治の話を、面倒くさいと思っていた投票に行き意思を示すことの大切さを、よくわからないけど大事だねぐらいの感じだった民主主義や立憲主義といった崇高な理念を今日本社会は再び見つめ直しています。杖を片手に憲法を守れと力強く叫ぶ老夫婦、会社帰りに抗議に参加するスーツを着たサラリーマン、地方の小さな町で開かれた小さな抗議集会、おしゃれをしながら渋谷でデモをする学生、子供の手を引き一緒に行進する母親、やっと研究室から出てきた学者、誰に支持されたわけでもなく見返りを求めるわけでもない、自らの意思で路上に立ったこの国の主権者たる強い意思を持つ彼らの姿に、僕はこの国の民主主義の未来を感じずにはいられません。デモクラシーの大義を得たこの運動はこの先も広がり続けます。安倍総理大臣が後世に伝えられるときは、集団的自衛権を行使できるようにした総理大臣としてではなく、悪政によって日本の民主主義を再び目覚めさせた人物として伝えられるでしょう。最後に学問と政治なのでについて、ちょっとこの場なのでせっかくなので話したいと思うんですが、安保闘争から東大紛争に至る50年代から60年代の運動は、世間に政治を語る学生は過激であり危険という認識を植え付けて終わりました。以降それが生み出したカウンターカルチャーとも言うべき学生は政治を語るべからずのような風潮が生まれ、学生は社会から切り離された、ただ学べばよい存在となりました。今学生は社会が抱いている学生と政治という2つの言葉の組み合わせが持つ1つのアレルギー反応から解放され、再び路上に立ちました。ではかつてのように強い信条や質を持たない私たち現在の学生を動かしているものは何なのでしょうか。それは 3.11 以降実感を持って突きつけられた放射能といったリアリティのある恐怖や侵されようとしている自らの権利に対する現実的な危機感であり、立憲主義や憲法の理念の破壊に対する怒りに他なりません。それは首都東京だけの問題ではなく、東京から始まったこの学生緊急行動は全国の同世代の若者の共感を呼び、今や全国で学生や若者が動き出しています。学生と
学者、同じ姿勢、学問をよりどころとしながらも一定の距離が遠かった両者は今この悪性を前に肩を並べ路上に立ちました。僕たち学生はより学者に問いかけ、学生はその知性、学問の偉大さを説くでしょう。人類が数多の歴史を重ね紡ぎ出した英知、それこそが学問です。この国の民主主義に対する重大な挑戦を決して許してはいけません。僕たちは言葉を剣にして、知識を盾にして、崇高な日本国憲法の理念を共に手を取り守り抜きましょう。不勉強で不道徳、そして不誠実な政治のを叫びましょう。反民主主義、反知性主義、反立憲主義の政治のを叫びましょう。僕たちは立憲主義を、平和主義を、この国の戦後70年の歩みを諦めません。僕たちはもう声を上げることを恐れません。決して立ち止まりません。この国の民主主義は歩みを続けます。2015年10月28日明治大学大学院博士前期課程柴谷さんさん、私は安倍政権の改善と安全保障関連法の即時撤回を求めます。ありがとうございました。実は6月15日にですね、学者の会議が最初の記者会見を行ったその場所にですね、奥田君が来てくれたんですね。で僕に挨拶に来たんですが、シールズの奥田ですと言われて、で実は学者の会はですね、立ち上がる当初から、絶望的な学生たちとどっかで共同したい当初から掲げたんですよ。でところがですね、奥田君はシールズの奥田君と言ったもんだから僕は全然認識してなくてですね、実はそっけない対応してしまったんですでその後こんな親しい関係になるということはこの4ヶ月間の歩みだと思います。奥田君、その時は申し訳なかった。ここで会えますでは奥田君お願いします。はい、ご紹介に預かりました、大学4年生の奥田と言います。今日はよろしくお願いします。そうですね、なんかちょっとスピーチを考えてきて、なんかスタンドに立ってスピーチ的なものなのか、それともなんかこう広告なのかよく分からなくてですね、あまり定まってない感じなんですけれど、あとまあ当たり前のことしか一応言ってないつもりなので、当たり前のことを今日も言おうかなと思ってます。なんかさっき千葉君がですね、政治ってのは崇高な理念があってとっても大事なものなんだって言ったんですけど、僕の政治のイメージはすごく悪くてですね、なんか政治の問題といえばなんか漢字が読めない総理大臣とか今考えたらすごい平和の社会だったなそれって思ったりするんですけど、まあそういうことがワイドショーとか出ていて、でなんかこう考えることもだるいそして国会答弁は非常につまらない、国会議員は寝ている、でそれに対して別に特に何も思わないっていうようなあり方っていうのが政治だったんですよね、僕にとって。ただなんか当たり前なんですけど、現実の政治の話と、まあ、理念として政治がどうあるかって話は別なんですよね。でこれは民主主義の話も一緒で、まあ、制度して民主主義が、まあ、議会制民主主義の中で通るのはしょうがないじゃないかと、まあ、クーデターとか言ったらそんなテンションを高く言うことはないという方もたくさんいると思うんですけど、でも理念としての民主主義の中で、じゃあ民主主義って結局何のためにあるの、こんな議会の通し方して憲法を無視して、ていうか議会制民主主義大事とか言うなら憲法守れよと思うんですけど、だったらこれを通して何をしたいの、どこを見て政治してるのっていうのが、やっぱりその民主主義ってじゃあ結局何やりたかったのって話だと思うんですよね。でそれがやっぱそのコール自体になってるというか、民主主義って何だと思ってるわけです。なんで理念としての政治や現実の政治って、まあ、乖離してたりとか、その理想みたいなものやその学問の中で語られてる政治みたいなのが本当に実現されるかどうか分かんないし、さっきも小熊先生が言ってましたけど、難しいわけですよ。なんだけどそれを僕たちは、6月とか始めた時は佐藤先生に挨拶しに行くとですね、学生と連帯をって言ってたんで、一応なんかその意味で一応僕も明治学院のって言ったんですけど、基本的に、あ、じゃあ、みたいな感じで名刺を渡されてですね、そういう感じで、ちなみに僕はとっても言いにくいんですけど、特定秘密保護法っていうところからですね、この議会制民主主義ちょっとおかしいんじゃないかっていうのが思いましてですね、それにちょっと一番端っこに座られている長谷部先生の特定秘密保護の話とかを勉強しながらですね、と思いながら、始めていたわけです。でその時も実は特定秘密に反対する学者の会っていうのは長谷部先生ではなくて佐藤先生がやっていて、メール送ったんですけど返事がなく非常に寂しい思いをしておりました。長谷部先生に会いに行った時も、誰こいつっていう感じですね
まあ、感じで、まあ、1年間まあデモやる、ちなみに去年も一応デモとかいろいろやってたんですけど、そこにまあ声学者の方ってあんまり来たっていう感じってあんまイメージないんですよね。でまあだからしょうがないんで自分たちやってたんで、考えてみれば僕らがデモやった時は誰にも教えてもらえなかったというか、教えてもらおうと思ったこともなく、逆に言うとなんかこういうデモのあり方じゃなくて、なんか声を上げる方法ないのかと思って、デモみたいなもんじゃないものをしたいとか思いながらデモのやり方を Google で検索したんですね。偉い教授の方が教えてくれたんじゃなくて、 Google 先生という先生が最近ではググレカスっていうあの哲学者がいて、 Google を検索しないのかカスカっていうので、 Google カスカという人がいて、まあ Google で検索しないですけど、なんとデモのやり方を教えてくれたのは在読会のホームページでした。まあでもこの社会の現実ってそんなもんだと思いながら僕は始めてるわけですね。でもちなみにさっきも一応ですね、民主主義理念ということで、制度としての民主主義と理念としての民主主義検索したら、一番初めはウィキペディアなんですけど、3番目は片山さつき先生が解説しておられて、これ小熊先生はどこにっていう感じなんですけど、でもやっぱそういう社会が広がってるわけで、先ほどもヘイトスピーチの話とかもちょっと、まあ韓国がダメだと中国がダメだっていう本がその駅前に行ったら売られてるわけですよ。あれなんでかって言ったら、アマゾンランキングで1位から10位のやつが適当に置かれてるだけなんですよね、ツタヤとかで。というわけで自分たちの社会っていうのは、まあ資本主義経済の中で売られてる本が置かれるっていうことで、どん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 そういうものが人気の本っていう形で売られてますよ、ね、で全然あれですよ、こう樋口陽一先生が来られるということで列が並んでたって話とは別にですね、去年段階では全然ベストセラーの棚には並べられてないという感じがしたんですね。なんですけどやっぱその光景も自分たち変えられるんじゃないか、つまりもうちょっと僕たち本を読んだ方がいいなということを思いまして、今はブックセレクションとかそういうこともやっております。ちょっとなんかこう全然とりとめのない話なんですけど、ガキどもを見直したっていうことを ある方に言われました。とかある方っていうか、ここに座れている小林先生なんですけど、まあ、ガキはガキなりにこの数ヶ月間頑張っておりまして、そんなに難しいことはわからないというか、長谷部先生の新書をですね、大学1年生の時に読んだんですけど、こんなに難しい新書があるのかと思いました。新書だろうと思いながら、でも一人夜な夜な難しいとか思いながら読み終わってですよ、読み終わった後になんかいわゆる平和主義者にはこの本は向かないとか書いてある読み終わった後にみたいな、別に今別に僕平和主義者でも何でもないんですけど、厳しい方だなと思いながら読みながら、あと中野先生の本も結構難しかったりとかして、奥間先生の本は長いとかですねでもそれでも頑張って読みました。で考えてみると僕らが特に夜夜な夜な無理難題のもうすごいレポートとか出してくる人いるんですよ。週に1回レポート出してこいとか、でそういう先生のもとでですね、小林先生が本当ガキどもダメだっていうのも分かるんですよ。僕の隣ではモバゲを一生懸命やってる人とかいるんですよね。この人じゃないですけどパズルはね、なんとかとかね、まあいいんですけど、そういうことを見るとやっぱり学生ダメだなって思うこともあると思うんですけど、一応そういう一生懸命本読んだ学生もいるんだと思うということで、なんか変だなと思うんですよ。若者は無関心だって話あるじゃないですか。そんなことを言うなら、じゃあ大人は無関心だって言う人いますか。しかも女性の18歳から22歳の若者を迎えて、なんか若者は無関心だって言いますけど、じゃあ僕も言いますよ。36から38までは無関心だって言いますよ。絶対変ですよ。ないわけです。そういう社会っていうのはなんかやっぱり次の世代が来ることを歓迎しない社会ですし、結局なんかそうは言っても現実っていうのはデモのやり方っていうのは在読会のホームページが教えてくれるみたいな社会なんですそれ良くないと思うんですね。なんですけど今はちょっと違った光景が見えているんじゃないかとも思います。でそれはなんか一応ブックレ15冊をですね、シリーズ選書としてやったんですけど、肝心のシリーズから出した本がその15歳に入ってなくて何をやってるんだと思ったんですけど、そのおかげでいろんな本やですね、自由と民主主義フェアということ、うちの大学にも置かれてまして、長谷部先生の本ですとか小熊先生の本とか岡本先生の本もうちの大学生協についに橋本徹さんと安倍晋三さんの本隣に置かれておられるでも逆に言ったらその本たちがなくて安倍晋三さんの本だけ置いてある大学生協どうなんだと思いません
になって、ちょっとこの光景を少しでも町の本屋や自分たちの大学で少しでも変えれたらなと思うわけです。で、それはそんなに難しいことではないと思うんです。で、いつの時代もなんか若者はダメだとか、学者はダメだとか、そういう話とか、あいつは学者じゃないとか、あいつは学者気取りだとか、あいつは学生ではないとか、よくわかんないことを言えない。めんどくさいなと思うんですけど、そのなんですけど、でも乗り越えられる壁っていうのもきっとあると思うんですよ。っていうので、僕たちは、西谷先生っていう、創始者の方が、まあ、先生とか言ったら怒られるんで、さんって言うんですけど、僕は君たちの血の給食おばさんになるって言ってたんですね。血の給食おばさんって、血って血じゃないですよ。知性の血です。僕は血の給食おじさんだろうって突っ込んだんですけど、でも、なんて言うんですかね、もっと自由に、別に授業じゃなくて僕たち勉強したっていいじゃないですか。でも学生じゃなくていいじゃないですか。卒業したっていいわけだし。で、そのことを教えてくれるのは別に、まあ、シンポジウムだけじゃなくて YouTube の向こう側でもいいわけだし。最近僕は結構ネット世代っていうか、ギリギリデジタルネイティブみたいな、生まれた時は一応ネットあるかなみたいなところで座ってきてるんですけど、僕が政治的なことを YouTube で検索すると、もう大体はなんとか桜っていうネットワークが出てきてですね、押しつけ憲法がどうのこうのとか、安倍晋三さん素晴らしいみたいな。で、すごいですよ、今世紀の名スピーチって検索したら、昔はマルチン・ルサ・キングとかチャップリンが出てきたんですけど、今は麻生太郎さんが出てきましたなんですけど、それについてやっと2015年になって今回の国会での、参議院憲法学者の答弁ですとか、樋口洋一先生のスピーチですとか、そういうものがやっと YouTube とか、もしくは本屋さんで見られるようになって、この変化っていうのは本当にすごいことだなと思っています僕たちは結構ポジティブってことを大事にしていて、最近ポジティブって自分で言ってるやつはポジティブじゃないって怒られてるんですけど、まあ言い出せるとこもあるんですよ、要は。つまり、いろんな嫌なことありますよ、確かに。僕も、うちの大学の先生ですね、原武先生という先生がいて、ツイッターでシールズに、明治学院は賞をあげるべきだとか言ってて、すごい、ああ、こんな先生もいるんだってか、僕も一応授業受けてるんですけど、思ったんですけど、来たのは殺害予告だけで、あまり。賞はもらえなかったんですけど、けどやっぱポジティブに考えることが大事だと思うんです。つまりそういうことが来て、確かに社会って悲惨だなと思うんですけど、応援してくれる方がたくさんいて、それに勇気づけられて、まあじゃあ今日も来ようかなと思って来たわけです。ありがとうございます。どうしたら学生の男子だとか若者ダメだとは言っていないですね。こういう若者が出てきたらいいなとか、もっとこういう本が売れたらいいなとか、学問的にもこういうことを話し合えるべきだとか、もうちょっと自分たちのやるべきことを、もしくはやるべきことって言ってもしんどいですからね、やっていくことってのが大事なんじゃないかなと思うんです。誰かのせいにせず自分のやることを自分ができる限りで一応そうしてきたつもりです。この数ヶ月間の歩みっていうのは、自分のできることをできる範囲でやってきました。で、想像することっていうのはすごく大事で、僕たちがやるときも、その一番初め6月にですね、終わりに野党5党を呼んでですね、スピーチを外せ頼んだんです。そしたらすごく嫌な顔されまして、どの党から、この宇宙屋の党が来たらあの首相来ないでしょうとか、あの党が来たらこの党はみたいな、南海責任どうのこうのみたいな話が来るんですよ。でもそんなことどうでもいいじゃないですか、我々にとって。それができますよ、絶対できるんですって言ってたらできたんです。そしたら維新の方が来ていろいろ揉めたりとかして、今こういう状態になってますけど、それでもこの間の渋谷の凱旋に終わった後もやっぱり野党5党の方が来ました。現実は変わっています。そういうことで、若者だからとか年配だからとか、そういうことを超えて一緒に協力することができるんです。想像してみてください。若者が、北海道の若者たちが京都の円山と北海道の円山を間違えてですね、戦争しなくて、なくて震えるとか言って声を上げることが実際にあるんです。だから頑張ってるんですよ。画面の向こうに、今日の画面の向こう側で見てる人たちがいて、今日入れなかった人たちがいるけれど、こういうことを見てまた立ち上がる人たちがいるんです。それが何年後か分かんないけど、俺は頑張って言います。想像してみてください。うちの発言者のバイさんがちょっと震えた手で戦争したくなくて震えるというコールを聞いて感銘をしていたことを想像してみてください。学者は偉そうとか学生はバカだとかいうことではなく、互いに学び合うことができるということを、威張り合うのではなく分かり合わないことを正直に素直に相談し合い、今何ができるかということを相談できることを想像してください。参考人として呼ばれた長谷部先生のこいつを聞いて、自民党の方がなるほど、憲法というものはこういうことかと言っていることを想像してください。学生
き、この法案に対して納得していませんよとちゃんと言ったこと、どうぞ申し上げください。緊張を頑張って、これどこか新書だと思いながら読んでいる、そんな夜を想像してください。学者の方が Facebook や Twitter を見て、こんな難しいことがあるのかと思いながら、ムムムと思いながら一生懸命書いている、そんな夜を想像してください。首都圏ではなく地域の方とも一緒に運動を協力できるということ、おのおの土地で自分の地元で声を上げられるということ、私たちはいつも苦しんでいます。共通の言語や共通のものを理解できないことを戦争法案と呼ぶかとか、安保法関連法案と呼ぶかとか、あの頑固で堅くなな政党は選挙協力しないとか、あの政党の名前のイメージが悪いとか、もう失敗したからあれの政党はダメだとか、護憲運動と呼ぶか、それとも立憲主義の運動だとか、女性の権利は大事だとか、フェミニストは嫌いだとか、あの人の言葉は素晴らしいが周りにマッチョだとか、性格がダメだとか、学問的にダメだ、学者じゃないとか、いや、まあ確かに好きな人ものや好きな人の一人や二人、嫌いな人はいるでしょう。しかしそんな予定調和な世界を我々は超えることができます。先生と上野先生が、私たちがこんな写真を撮るなんてね、ブブと言いながらツイッターに上げてた、あのハニカムの写真を見てください。九条の会で小林先生が講演していることを想像してください。樋口洋先生が舐めるなと言ってることを誰も期待させなかったところから、数十人の仲間から倉庫にしまってあった本の埃を叩きながら、ありとあらゆる道具を使って、また何度でも始まれることを考えてください。そしてその現実はもう来ています。ありがとうございます。まあ、その切り口、いや実は何の打ち合わせもしていませんので、全く自由に議論していただきたいと思うんですけれども、まあ、その切り口としてですね、私、まあ、今回のことをずっと考えてまして、かつてはですね、憲法学者しか知らなかった、おそらく、あるいは一部の学者しか知らなかった立憲主義という言葉がですね、これほど広まったんですね。この会場にいらっしゃる方はみんな立憲主義という言葉もご存知、まあ、それぞれのイメージがあるんですけど、でこのことの意義は一体何なのかということを言ってるんです。それからもう一つはですね、院外と院内、つまり議会制民主主義とですね、直接民主主義が あるつながりを持ってたんですね。これも歴史上、両の歴史上初めてだと思います。でしかもですね、その直接民主主義もこれまでのいわゆる市民運動、あるいはさまざまな政治運動というのは分裂してました。この分裂を超えて統一できたということも今回初めてなんですね。と同時に、まあ、国会終盤になってからですけども、国会内部でもですね、野党が共闘したわけですね。でこれもですね、これまでの中では、まあ、初めて、これがこれらに非常に大幕な、なんていうかね、サイクルが生まれたということですね。でこのようなのについて、まずどのようにお考えなのかということをお聞きしたいと思うんです。で、まあ、2つの問題を出しました。1つは立憲主義がこれほど広まったということの意味合いということからスタートしたいんですが、まず橋本先生から切り口でお話ししたい、あとは自由にお話ししたいと思います。まず立憲主義という話です。立憲主義は英語で言ってコンスティテューショナリズム、訳して立憲主義なんですが、いろいろな意味で使われるという言葉です。大きく分けると、まあ、なんていうか最低限の意味というですね、最低限の意味というのは憲法によって政治権力を拘束する、これは立憲主義が持っている最低限の意味です。立憲主義というからにはこうでないといけないと、まあ、安倍晋三さんはご著書の中でそれはなんか昔の先制王政の話、今はそんなことないと思うんです。先制王政だったら立憲主義はないわけですけど、この人はどうなっておったのか。まあ、それは別としてですね、もう一つ、狭い意味の立憲主義があります。まあ、特殊な意味と言ってもいいんですが、これは別名近代立憲主義、モダンコンスティテューショナリズムと言われるものでして、これはまあ現在日本国憲法はこの近代立憲主義に立脚しています。それからまあ日本が大体お手本にしているような国々
が取っている憲法に関する立場のものの見方というのも近代立憲主義、狭い意味での立憲主義です。これはどういうものかと申しますと、世の中にはいろんなものの考え方をする人がいると。価値観、世界観は多元的、多様で、それらが同時にみんな 100% 実現することはない、お互いに衝突をする、というものです。で、特に自分にとってとっても大事だと思っている価値観や世界観ほどお互いに対立をし衝突をし合うもので、まあ典型は宗教改革直後に起こった宗教戦争がそうですね。正しい宗教が何なのかというのはそれぞれの人にとってはとてもとても大事なもので、しかもその正しいといわれる宗教は一つではないわけですが、ただまあだからといってお互いにその正しい宗教、正しい価値観、世界観をめぐって殺し合いを続けるという非常に愚かな話でして、まあ、そのことに大体人々は気がつき始めます。まあ、そうなりますと、世の中には、世界観、価値観は多様なんだ、いろんなものの考え方をする人がいるんだ、ということをまず正面から認めて、それを出発点として、じゃあそういったいろんな人がいる中でいかにしてその人間らしい生活、人間らしい社会生活の枠組みを作っていくことができるんだろうか、なんかこういう価値観を持っている人だからなんか差別をするとかですね、特定の宗教を信じている人だけを優遇するとか、そういうものの考え方、社会の仕組みを作ってしまえばそれはフェアな社会だと誰も思わないわけですので、そういったフェアに、どんな考え方をする人、どんな価値観を持っている人でもフェアに人間らしい社会生活を暮らし送っていくことができると、その枠組みを形作っているのが近代人権主義で、まあ、基本的な項目は皆さんご存知のとおりです。基本的人権は守らないといけない、民主主義は守らないといけない、そういったことをですね、まあ、とりあえずはそのところでよろしいでしょうか。じゃあ私の方から2番目のご質問といいますか、まあ、いろんな政治の中にあった分断とか分裂をどう乗り越えようとしてきているのかということについてちょっとあれなんですけれども、まあまず奥田君に失礼だったのは私だけじゃなかったっていうのを聞いていや、やっぱりでもそこはあれなんだと思うんですよ。奥田君たちが始めたサスプルからこうシールズになっていったことっていうのは最初と今が全然違うんですよね。やっぱり本当にすごく変わっていったと思うし、要は本当に何もないところから作って、今のそのスピーチでも結局これからまだ作っていくんだっていうことで、私たちにこう何て言うんですか、希望を与えてくれるっていうのがありますよね。で、それは私は今回シリーズが果たした役割っていうのがそこにやっぱり特筆されるところだと思うんです。よくだから言われるのはシリーズっていうのは要はごく普通の若者ですよっていうプレゼンテーションの仕方であなたもおいでって声をかけるわけじゃないですか。だけどやっぱり我々その大学の教員っていうのはみんな分かってることなんですけど、全然普通の若者じゃないんですよ。はっきり言って傑出した若者たちであって、これは別にオペンチャーでも何でもなくて、こんな若者ばっかりだったら大学の授業楽ですよ本当に。だってほっといたって授業に潜りに来たり勉強したいっつって本読んで何読んだらいいですかってやってるわけですからね。そんな世の中はやっぱりそんなにあるわけなくて、それはすごいですよ。でだから学者の会なんか下手したら単なるはしゃいでるおじさんとおばさんたち、自分たちが教えたかったような若者たちが突然出てきたっていうことがすごいあるわけですよね。だから我々その中でどれだけその元気をもらったのかっていうことだと思うんですけど、それはやっぱり触媒としてのシールズっていうことなんだと思うんです。実際の数はだから昔の例えば全学連だとか全教徒とかっていったらそっちの方が数は多かったんだろうと思うんですよ。でシリーズに入る若者の数っていうのは若者の同年代の中で多数派かって全然多数派じゃないわけですよね。だけどその少数の人たちが自分たちで、よく言われるのは理性だとか感受性とかっていうのが本当に素晴らしいって僕も本当にそう思うんですけど、でもさっきも言ったようにやっぱりすごいのは勇気なんだと思うんですね。何もないところに理性や感受性っていうのにこう突き動かしてやっぱり勇気だと思うんです、気概だと思うんですね。でそこがやっぱりすごい。でそれは奥田君の中央公聴会でのスピーチなんかもそうなんですけど、
院内に入っていったっていうだけですごいんだけれども、そこの中で議員一人一人に向かって勇気を持って個人として行動してくださいっていうことを言ってのけるわけじゃないですか。そんなことは今までありえなかったことなわけですよね。でそれでやっぱり言われるとみんなこうビクッとすると言いますか。でもあの人たちは本当にダメな人たちだからそのまま行きましたけど、ただ分かんないんですよ、こういうのってやっぱり種ですから。本当にだから最初会った時は佐藤先生も僕も鈍感だったけれどもどっかで何か残っててまたっていうことやっぱりありますから、そういうその今すぐ結果が出ないことであってもやっぱり自分は主権者として、自分は一個人として動くっていうことをやるっていうことが本当にそれが勇気の伝播だと思うんです。でなんかちょっとだけ学者っぽいことを言わなきゃいけないと思ってるんで言いますと、その今申し上げてることっていうのはそのプラトンが魂っていうのをこう3つに分けて考えたっていうことに一応準拠してるつもりなんです。その理性っていうのがあって、情念があって欲望情念があって、そしてその気概があるっていうことだったんですね。でプラトンの場合にはその理性をがその2つ2頭の馬欲望情念それと気概あるいは勇気といったものを乗りこなしてやっていくっていうことだったんですけれども、その私がさっきから勇気って言ってるのは英語で言えばスピリットって普通に訳されるんですね。気概スピリットで、このスピリットっていうのはやっぱりすごく大事で、長谷部先生があの場でああいうことを言ってやっぱりスピリティッドなわけですよ。スピリティッドスカラーですね。常識的に考えて、まあ、自民党に推薦されたってご存知なかったんだけどそれこそその今までだったら空気を読めよって話だったわけです。で空気を読まないで自分のスピリットで話しちゃったわけですね。でそれはだから奥田君たちシリーズの人たちみんな別に空気とかそういう話じゃなくて、おかしいと思ったから立ち上がるっていうスピリットを見たわけじゃないですか。そうすると何が起きるかというとインスピレーションなんですよ。でそこはだからインスピレーションってまさにスピリットが飛んできて入ってくるわけですね。でインスピレーションをもらうっていうのはそういうことで、スピリットのある人っていうのが立ち上がってその勇気を持って動くとそれが伝播するって、それの連鎖反応っていうのが起きてって、で福山さんとかね、ああいう人たちもそうですけど、やっぱりお尻叩かれて頑張る国会議員が出てきたっていうのはやっぱりそこにあるわけですよね。我々が叫んでてそのスピリットをもらって彼らのように頑張った、やっぱりそういうことっていうのが院内にも入っていったっていうことは、制度的にはいろんな難しい問題があって、それは小熊さんがおっしゃったのが私全くその通りだと思うけれども、それでもその可能性にかけていくっていうことっていうのが今起きてきてるっていうのは、やっぱりシーズの原点っていうのはこれも前から奥田さん言ってましたけど、その I have a plan じゃなくて I have a dream で始まったんだっていう、まさにそこですよね。でそういうところで我々はだから今でもまだそういったことで変えていけるんだと、現実はこういうもんだっていうふうに下り側で言ってる人たちに対して、いやそれはおかしいと思うからそういった現実を変えていくんだっていうことで、それぞれがスピリティッドな行動を取ればそれがどんどんインスピレーションとして伝播していくっていうことだと思います。まあスピリットの話はしていただきましたので、私は学者のポジションを取りますけれどもすいません、皆さんはもちろん私よりはるかに優れた学者なんですけど、立憲主義について私の理解しているところではですね、もちろん長谷部先生の前でこんなこと言うのはですが、まあ、要するに鉄人王がいるなら立憲主義はいらないと、いうところから出てきたわけです。つまり、理想的な君主がいれば立憲主義はいらない、あるいは理想的な選挙制度で民主主義が実現できるんだったら立憲主義はいらない、その結果に従えばいいわけですから、ただそれではないのだと、いうところから始まったものと私は理解しています。でちょっと話を変えて言うとですね、日本で憲法を守れというこの言葉の意味をですね、他の国に行って説明するのはなかなか難しくて、まあ憲法を守れって普通は保守的な主張であって、例えば1970年代80年代のアメリカでは男女平等条項を入れようとしてフェミニズムの運動があって次に復活したっていう、まあ、それが世界的にはどちらかというと多数派ですから、憲法守れが、どちらかというと革新系というか何というかそういうものの運動として取り上げられているというのは世界的にはどちらかというと珍しいというのがコンテクストだったわけです。日本でも70年代ぐらいは労組とか政党の革新系の人たちはむしろ立憲主義は、古いと
人民権力だっていうそういう考え方をしてた人たちもいましたから、私が他の国で話があったのは唯一香港であって、そのつまりイギリスが残してくれた、法治ですね、自由民主法治、それがあの香港の民主化運動のスローガンですから、それの権力の横暴に対して法治を掲げる、まあそういうコンテクストなのだというふうに言うと分かってくれるみたいな、そういうところがあったわけですけれども、ただ、若干やっぱりここ最近は少し流れが変わってきたのは、先ほどお話した通り、ある種、まあ、これをグローバリズムと言ったらいいのかナショナリズムと言ったらいいのかよく分かりませんけれども、それによって旧来秩序を、かなり無体な形で変革するという動きが出てきた時の歯止めとして再評価される、あるいは極右運動が出てきた時などに、普遍的な人権ないし保障というものが、憲法で保障されているということが、基盤として、共通の基盤にしなければ対話が成立しないという形のプラットフォームとして再評価されると、そういう形の動きは先進諸国にも出てきましたから、まあ、その意味においては日本においてもある種共通の土台に乗っている部分と、先ほど言ったようなある種香港と似たような歴史的経緯をたどったという特殊なっていうわけじゃないですけども、組み合わせが偶然そうなっただけですが、側面とあるのかなっていうふうに思っています。で、2番目のその要するに政党政治とどうつないでいくかっていうことに関しては、原理的にまあモデル的に考えれば基盤の弱い政党の方が振り向く可能性は高いだろう、つまり固定基盤に頼れないところの方が、新しい勢力をなんとか、こうしようという動きが出てくる可能性、まあ、これは、力学的に考えれば当然分かりやすい、まあ、自民党ですら私がよく出す数字で言えば91年に547万党員がいたのが今80万人しかいない、それは自治会町内会業界団体が高齢化して弱っていることを考えれば明らかであるわけです、まあ他の政党はもちろん言わずもがなですから、そういう意味で言えば、大衆運動的なものが、既存政党を振り向かせる可能性というものは従来よりはむしろ増している側面は確かにある。で、その中において、特に、まあ、比較的基盤の弱い政党が振り向いてやってきたというのが8月30日の国会前の風景を私が見ていた時感じていたことでした。ただこれは、別に日本だけではなく、例えば最近のイギリス労働党の党首選挙なんかを見ていても、言えることであって、まあ、あの党首をどう評価するかというのはいろんな意見があるわけですけれども、少なくとも、2011年12年以降の、新しい社会運動の中で特にイギリス労働党が基盤が弱いものですから、一般党員選あの党友選挙みたいなものも導入した結果あの人が選ばれたっていう側面もあるわけで、まあ、政党の側 の基盤を広げようという努力と連動する形でそれが起きてきたわけですけれども、まあ、ここは、やはり日本の中でも大衆運動の中でやっぱり力を見せていくという部分と、まあ、政党の側がこうして変わっていくという部分が両面出てこないと、来ることを期待しますということです。ただ、中野さんの話は人っていうのではないのですが、私はどちらかというとあまり物を見てびっくりするということが少ない人間なんですけれども、まあ、2011年の原発事故が起きた時は本当に心の底から驚き、まあ、その後大きな運動が出てきた時も心の底から驚き、まあ、原発が全部止まるなどということは全く予想していなかったのですが、まあ、それも起きましたから、でその中で人間がどんどん変化していくというのも見ましたので、やはり、まあ、その可能性というのは常にあるものなんだなということは大きく学んだ点の一つではあります。まあ、そのまあ、先ほど要するに私立の学生さんは特別な存在である、これは一般的な学生ではないということは言われましたけれども、ただ人間は変わるものであって、おそらく私立の学生さんも3年前はただのアホ学生だったと思います。まあ、それは分からないわけですね。まあまあ、実際に私は2013年ぐらいから彼らの様子は少しずつ見ていたわけですが、まあ、その可能性は常にあるものだと。で、2011年12年当時には、日本のマスメディアや、まあ、2011年12年当時というのは要するに脱原発の運動が大きく起きているんですけど、その時のマスメディアの対応あるいは政党の対応と比較してみると、随分ここは2015年に来るまでに変わったなという印象を実感として持っておりますので、まあ、やはりまあ日本の社会といえども、まあ、やはり変わりつつあるのだと。もちろん理由があって、世界普遍的な理由があって変わってるわけですが、まあ、その可能性という部分と冷静に見ていく部分は併用していきたいなと思います。
またあのそうそうたる学者の方々の後にまたマイクが回ってしまって本当にアホ学生の僕たちがどこまで喋るのかなと思うんですけど、僕らはまあ学生の立場から何かあの等身大でものを語れたらなと思うんですけど、一番思うのは、まあ、1点目の立憲主義の発生ということで本当に強く思うのは、この21世紀にもなってですよ、2015年ですよ今年は。まだ憲法守れとか立憲主義だとかそういったことを僕たちは言わなきゃいけないわけですよ。そういったことの情けなさっていうのはすごくあの感じていて、で、まあ、立憲主義ってじゃあそもそも何なんだって思った方は絶対いると思うんですよね。この運動が始まってから絶対いますよ、この会社の中にも。あのウィキペディア調べた人は絶対に。で、僕ちょっと今調べてみたんですけど、やっぱりウィキペディア見てみても、と言いましょうか、特に日本では近代の彫刻ないし否定といった形で現代的理念が衝動され、個人という概念のアナクロニズム性やとか、なんかよくわかんないこと書いてあるわけですよ。なんかだから、まあ、僕としてもなんかすごい、まあ、政治の話なんてすごいさっきもスペースの中で言ったんですけど難しい話だったし、なんかよくわかんないし関わるとなんか面倒みたいなイメージは間違いなくあったし、それこそ本当にあの2011年、僕と奥田は同期で、あの2011年入学なんですよ。本当にあの 3.11 で入学式がなくなった世代で、あのそういうことを考えると、それ以前はでは全然見えなかったもの、または隠されていたものっていうのは、まあ、僕らの世代感として間違いなくあの、まあ、震災によってそれが表面に、まあ、出されたというか、それまで隠されていたものが表に出てきたものの中で、すごく立憲主義であったりとか、まあ、あとは何だろう、まあ、平和主義、まあ、いろんな問題、まあ、原発の問題しかりっていうものがすごくあの等身大の自分たちのレベルまで降りてきたなっていうのはすごく感じていました。あと市民運動の統一2点目なんですけど、これはすごいあの秋は多分この後すぐ語ると思うので、僕はすごい少しだけ喋るとすごい、まあ間違いなくあの僕らの中では50年代60年代の学生運動というものに対してはすごいアレルギーがありましたし、まあ一言言ってしまえばダサいし、何がしたいのかわからない、なんでヘルメットかぶってるのかもよくわからないし、その火炎瓶っていうその発想ってみたいな、しかもそれに対してもう放水するってみたいな、これが同じ国なのかみたいな、そういったもう現代ではありえないよねこういうことはみたいな、そういう冷ややかな目線で見てたんですけれども、やっぱりそうも言ってられない現実っていうのは、まあちょっと言いづらいんですけど、やっぱり特定秘密保護の問題だったりとか原発の問題だったりとかっていうことがあって、まあ、デモっていうものがやっぱ海外の動画とかを見てみると意外とやっぱちょっとクールに 見せようとしているのも現実あったし、あと、まあ、僕らもやるとあったらやっぱり絶対かっこよく僕らなりのやつをやってみたいなっていうことで、まあ、調べたらあの在特会のホームページに行き着いたっていう出来なんですけど、いや本当になんだろう、まあ、統一されたのかどうかは、まあ、どうなのかよくわからないんですけど、まあ、今回の問題のことの大きさ、あ本当大事な根幹の部分ですね、国を成すということの根幹の部分である立憲主義というものは否定されたということに対して、やっぱり国民は、まあ、そんなに黙ってられるほど日本人はそこほど穏やかではなかったというか、そんなにプライドをズタズタにされることをまだ許さなかった、この国の精神というものを僕はすごく許してあります。立憲主義の話がなんでここまで広がったのかって、ね、やっぱいわゆる護憲とか改憲って話みんな飽きてたんじゃないかっていう、若干飽きてるとか言ってまた怒られるんですけどね、でも正直に思った話は、憲法の話なんていわゆるなんか9条の問題ってすごく大きかったと思うんですよ。でそれは実際考えなきゃいけない問題ですし、この安全保障っていうことを語る上では語らざるを得ないところにあったんですけど、そのもう一歩前に憲法ってそもそも何のためにあるのかっていうところで、なんかもうちょっと発想が自由になったっていうか、その党派やっぱ9条っていうだけでなんかこう浮かんでくる政治政党とか浮かんでくる光景があるんですね。でそれとはなんか違う憲法そのものってそもそも何だったのっていうか、もう民主主義そのものって何な、どういう関係にあるのかって、その緊張関係とか、まあ、例えばデモやるのがいいって話だったら在特会のデモだってデモじゃないですか。あれで民主主義だって言うんだったら、じゃあヘッドスピーチ やることが民主主義なんですかって話になるし、あれが護憲運動なんですかってなるし、でそうではないはずなんですよね。でだからいわゆる多数派取ったとかうんぬんじゃなくて、守んなきゃいけないコンセプトみたいなものが立憲主義なわけですよね。で、まあ、それが憲法なわけです。でだから護憲も改憲もなくっていうのをずっと言ってること、僕らもコールでは救助を守れってあんまり言ったことがないんです。でそれコンセプトとして今あるから救助を守れっていうことを
憲法に当てはめてみれば今回の交通救助違反だから救助守れっていうことは言っていても、それ以上のものがぶっ壊されてるっていう感じがするんですよ。この国の根幹ってものが今危機的状況にあって、で確かにもっと救助とかそのもっと細かいどういうものだったらいいのかって話いろいろあるんですけど、その手前のところだから今本当に危機を持っていろんな人と喋んなきゃいけないっていうふうに思うわけです。だから立憲主義ってどっちかというとなんか会見の人たちが会見する時になんか会見がなぜ必要かって時に立憲主義に基づいて会見すればって話も結構多かったような気もするんです。だけどその前提を、まあ、安倍首相がですね、あの憲法の最高責任者は私ですって言い始めてからなんかおかしいぞということでこんなに変わったのかな。で、関西のある、大学生がその立憲主義についてスピーチをしていて、その説明の仕方がすごく分かりやすかった。で、何の本読んだのって聞いたら高校の教科書に書いてありましたなるほどと思いながら、あの答弁じゃないんだと思いながらですね、まあ、でも高校の教科書とか、まあ、中学の教科書に実は書いてあるとすごい非常に分かりやすく、権力の暴走を防ぐために立憲主義憲法というものがあります、最高法規ってところに結構黒字立憲主義って書いてある、ですごく分かりやすい、3行って書いてある本当にで、だからそれぐらい当たり前のもので問題にもならなかったことなのかなというふうに思っています。それがこれだけ今もう高校生でも立憲主義って何だって言いますからね、なんですごいことが起きているっていうふうにも思うし、それがこれだけ広がってきたっていうのは面白いなというふうに、どういう媒体なのかって僕たちが結構予想つかないところから、実は立憲主義って言葉は口コミかもしれないし高校の教科書かもしれないし、広まってきたんじゃないかなというふうに感じます。そんな感じですか。ありがとうございます。今度はですね、この向きではなくて逆向きに、ご意見伺いたいんですが、実は学者の会ですね、ご存知のように、まあ、62人現在呼びかけ人がいまして、1万4000人を超える賛同者ですね、3万2000人を超える市民がと。で、これはですね、国際的に見てもちょっと例のないことだと思います。非常に各国から注目されています。で、この会を立ち上げた、まあ、きっかけになったのがですね、6月4日です。ご存知のように、で私はちょうど香港にいまして、長谷部先生、小林先生のですね、発言をですね、実は香港のテレビで見たんですね。で、これが6月4日でありまして、この6月4日は天安門事件の追悼集会がホテルの周辺で行われたんです。12万人の怒声のような声が届いたんですね。で、その時に私はもうここは今だと思ったんです。で、というのはですね、その夜さらに2年前に振り返りまして、ひまわりワークが前の台湾で学生たちが立法院を占拠しましたよね。あれひまわり学運動というものですが、ちょうどその日もですね、私はそういうところに運よく出会うことができて、台湾に1週間滞在で、そこでもう一緒に参加したんですね、連携しました。その時にはですね、これはまたすごいことでですね、学生たちが立法院を占拠しただけではなくて、大学の教員たちがですね、学生を欠席扱いしないようにというので立法院の前でゼミナル開いたんですね。それから学長たちがですね、休校措置を取ったわけですよ、学生が動きやすいようにね。で、それから機動隊が動き出すとですね、タクシーが200台連携、無線で連絡取り合ってですね、バリケードを作ったんですね。それから、夜ですね、遅くまで集会やりますよね。そうするとお腹が空くだろうというのでですね、屋台ですね、ご存知の台湾屋台がですね、全部周りを囲んで無料サービスやったんですね。これを僕目の当たりにしたわけですよ。そうするとですね、それとフラッシュバックしましてね、このアジアのこれからの平和と民主主義で、これはですね、やはり学生と学者がですね、やっぱり立ち上がって作るべきものではないか、そういう状況がアジア全体に広がっているというところが直感だと思います、ね。ですから私の中ではこれだけの規模に広がるということを実は当初が直感していました。で、それは自慢話じゃないんです。そうなんです。で、今日の会場 の予定人数も推定通りですまあ冗談ですが、ということでは少し視野を広げて考える必要があると思ってです。で、つまりこれからはですね、大学あるいは大学人、それからあるいは学ぶものの象徴としての学生たちと、それからまた学問に携わり、また知識人として社会に発言権を持っている学者たちとが連携し合ってですね、はい、アジア全体の平和と民主主義を作る、その一翼を担うんだということをですね、私たちは今回証明したと思うんですね。ということで、今回の学生と学者がですね、このように立ち上がったことの意味について、僕たちからどのように今感じているかということをお願いします。はい、
まあ、学生と学者というか、ちょっとその、まあ、アジアのデモクラシーって話を言ってたので、そのことから先に話したいんですけど、僕たちが一番初めにデモをやった時にですね、台湾の留学生が来てくれたんです。それはあのひまわり革命が起こる前の2月に来ていて、留学生もおかしいと思うみたいなことのプラカードを自分たち作って、なんかバドミントンのラケットになんか段ボールを貼ったんですね。留学生もこのことにはおかしいと思いますって書いてあったんで、あまりにも面白かったんで声かけて、すごいそのバドミントンのラケットどうしたのって言ったら、家から持ってきましたみたいなこと言って、あの早稲田の留学生だったんですけど、うちの国ではよくあのデモがありますからって言って、変みたいな感じで。でそしたらその例がですね、あのその時のデモって500人ぐらいで、500人来てもう感動したんですよね。僕はわあすごい学生が来たで500人もデモ来たわーとか言ってるのが去年だったんですけど、その後なんか2チャンネルの掲示板で、その学生で500人集めてどうだ、なんか左翼が言うが実はあの朝鮮人500人って書いてあって、その先頭にはその子の写真がバンと貼ってあったんですよ。でそれで僕はすごい恥ずかしい気持ちになって、まあ、その子はその記事を見たかどうか知りませんけど、単純に嫌だなと思って、そのなんかその在特会がその時あんまりよく分かってなかったかもしれないですけど、でもこれは許してはいけないと思ったんですね。ですごい恥ずかしい気持ちになって、もう一回会えることがあったら、あの会って謝りたいと思ったんですね。せっかく来てくれたのにこんなにごめんと。でそしたら、そうしたら向こうから連絡が来まして、台湾に今学生たちがやってるから奥田さん協力してくださいって、なんか映像かなんか作ってくださいみたいなことを言われて、まあ、結局その映像はなかなかあのデータだけ渡して終わりみたいな感じになっちゃったんですけど、まあ、僕もちょっと映像をやっていたので、で本台湾の子たちが代々木公園に500人集まってなんか集会やってたんですよ。結構なんか無許可だったんじゃないかなと今考えたら思うんですけど、でその時にその台湾の留学生に僕は初め断ったんですね。つまり台湾の問題はあまりよく知らないことと、中国との関係性云々って話とかはあまりぶっちゃけ分かっていない、まあ、貿易協定の中身を聞く限りおかしいと思うんだけど、それを日本人の学生が言うことってどうなんだっていうふうに答えました。なんですけど、その時に言われたのは違うんです、奥田さんと、これはアジアのデモクラシーの話なんですと。我が国でデモクラシーが国会が運営できなくなったら、それはアジア全体に影響を及ぼすんです。だから私は特定秘密保護のデモに、アジアの台湾の学生としておかしいと思って来たんですと言ったんです。で、まあ、その法案の中身がそのデモクラシーの話はややこしいんで置いといて、そうではなくて、そのやっぱそういうふうに私たちの国々と関係しているってことはやっぱ考えなきゃいけないなと思うし、その僕たちのデモが実は先にあって、台湾、いや別にその影響を受けてるかどうかしか知らないですよ。でも実際僕台湾にも行きました。台湾にって言われたことは、福島の原発事故から実はその台湾の学生のでも盛り上がっているって話も多く聞きました。そのアートワークやデザインっていうものをよく見ていると。んでそういうことを考えると、やっぱりそのこういうものが影響し合ってるとしか思えないんですよね。で僕は結構その海外とかもちょっとずつ行ったりとか、あと世界中に友達が Facebook でいるので、なんかトルコで下宿公園守れとかってユーストリームで回してるやつがいるんですよ。でそれをネット上で何か分かんないけど僕は見ているわけです。でそういうふうになんかやっぱこの国のあり方っていうのが、単純にこの国のあり方っていう問題じゃなくて、デモクラシーってがどのようにして可能であるかっていうのを世界中悩んでいる。でそれででも世界中でデモを起こりながら、それが長期的に、まあ、運営できないとか、そういうものも含めて影響し合っている時代に来ているんじゃないかなというふうに思っています。であと学者と学生に関しては、単純にこれは卒業先生が言ってたかな、大学内でも大事だと思います。でも大学内っていうのはやっぱり行ける人行けない人もいるでしょうし、単位を取らないといけないとか、バイトが忙しいとか、あれは落胆のゼミだからとか、うんぬんとか、そういうことも含んだりとか、大体200人の教室でみんな一人一人って絶対無理じゃないですか。この教室でどうやって一人一人とか分からないでしょう。ということで、なんかもうちょっとなんか大学とは違う間の学びのあり方ってのもあるんじゃないかなと思っています。そしてこの夏においては、その一つの、国会前講義というのはやっぱ大学の先生がいて、学生がいて、国会前でまさに講義をしてたなと思います。以上です。会場の都合で5時50分にこれどうしても終えたいということでございますので以上、ちょっと時間ちょっとこれでも最後のスピーチになろうと思います。簡潔に、はい。まあ、学者と学生が共に立ち上がる意義として、まあ、すごく思うのは、いや本当に
記者と呼ばれる方々は本当に素晴らしいっていうかすごい人たちばかりなんですよね。さっきも僕そこで樋口先生のあのスピーチ喋られてるのを聞きながらすごいやばい、すごい樋口陽一だみたいな、それ泣きそうになるぐらい、それ感動したぐらい樋口陽一先生だみたいな、なんかそう本当にそれぐらいなんかなんだろう、変な例えかもしれないですけど、なんかアイドルが好きな人とかアイドル見てるみたいな、そんな目線でしつつ見つつあるみたいな、だから本当に僕らとしては違うみたいです、まあ、僕らとしては本当に大学1年生さあ勉強するぞみたいな風に意気込んだ時に、じゃあ何から勉強すればいいんだって、その例えば憲法学や例えば法学や例えば倫理学やっていう、っていうところで調べると、やっぱ一番最初か2番目とかに出てくる本当にそうそうたる先生たちが今こうやって一緒に立ち上がってるわけですよね。それに対する僕ら学生としての嬉しさっていうのは半端じゃないわけですよね。なんだろう、アカデミックな場としての大学っていうものにすごくロマンチシズムを一人感じてただけかもしれないんですけど、でもやっぱり本来学問というものでつながっている、その絶対的にぶれない基盤がある両者の関係だと思うので、なんか変な対立とかももちろん時代をね20年30年に遡ればありましたけど、でもなんか今やっと正当なあるべき、お互いの関係性になりつつあるんじゃないかなって僕はすごく思っていて、だからこそこの夏一緒に国会前で、一緒にコールをしたりだとか一緒に、スピーチをしたりだとか、一緒に怒りを、共有してぶつけられたっていうことにすごく、本当学問だけではなくこの この国の社会全体の意義の深さというものをとても感じており、また、まあ、最後に強調しますけど、もう本当に僕は個人としてすごく感動していました。学生と学者っていうものに対する私の見方っていうのは、東アジアのかなり有力な象徴的な資源だと思うんですね。つまり本来学生運動というものが学生という意識を基盤にして成り立つのは進学率が 15% ぐらいまでだというのが教育学の定説だったわけです。つまり我々は社会のエリートなのだからこの国を背負っていかなければいけないと、そういう意識というのは進学率が 20% 超えたらなくなるんだというふうに言われていたわけです。で日本においてはその端境期だったのが68年で、むしろその時には古い学者と学生の関係を叩き壊すんだという対立関係の方がむしろ前年に出た、にもかかわらずなぜ今学生と学者なのかということについては私はちょっとこの間ずっと考えていました。で、まあ、これは一つの日本が高齢化して若い人ならもとりあえず目がいってしまうというそういう側面ももちろんあろうかとは思いますけれども、ただ残酷な話、19歳看護師とか21歳フリーターとか23歳 IT 技術者ではダメなんですね。学生でないと象徴的な動員効果がない、これは非常に残酷な話ですが、やっぱりそれが2011年12年の脱原発運動にも若い人はたくさん参加していたわけですけれども、やはり20代後半の非正規雇用労働者では象徴的な動員力というのが波及効果が少ないということを私は見ていて感じていました。で学生というのはやはり無垢の象徴、つまりこれからの可能性、つまり20代半ばで IT 技術者ともこれ将来決まってるんだろうというふうに見られてしまうのに対して無垢の存在となりやすいという効果はあるんでしょうけれども、これはおそらくあんまり世界普遍的というよりは東アジアの象徴的な資源であって、それは私は香港に行ってきてオキパイセントラルのですね運動の中で要するに勉強しているテントがあると、あれが親たちに非常に評判がいいと、あれを見た時に感じました。つまり勉強をするあるいは年長の、権威ある学者といっても在野の知識人ではなくて大学の先生ですね、それとが良い環境を保っているということに対する社会全体の肯定感、これがやっぱり東アジアの資源なのかなというふうに思いました。ただ、実態は全く変わっていて、台湾で聞いても学生運動って言ってるけれども実際に入ってる人たちは学生ばっかりじゃないと、かなり市民が多いというふうに言ってるわけです。これは日本でも全く明らかなことで、私立そのものは実際にそんなにたくさん数がいるわけではなく主催をしているところにいろんな人が集まってくるわけです。これは東アジア共通、むしろ世界共通です。ただもう一つ言えるのは、世界共通の部分はむしろ従来の、工場労働者とか労働者階級みたいなものが中心だった労働運動の中心だったのに比べて知的サービス産業の労働者が、中心になっていることで、つまりそれはデザインをやってる人とか IT をやってる人とか、あるいは学者も含むわけですが学者の労働条件も相当下がっている。
そういう中で要するに知的サービス産業の、比較的知的資源もある、そういう人たちが新しい社会運動に参加していることによってデザイン的あるいは知的な意味でもかなり、有効なものが出てきているというのはこれは社会共通の現象です。その中の一翼としてあの学生もいるっていうのはこれはヨーロッパでもアメリカでもある現象なんですが、大学の先生と大学生の連携関係がひたすら注目されるっていうのはひたすらとは言いませんけれども、これはやっぱりまあその東アジアの、まあ、年長者に受け入れられやすいコンテクストなのかなと思います。ついでに言いますとマスメディアにも受け入れられやすいコンテクストであり、だからこそ2011年12年の脱原発運動よりもはるかにマスメディアに報道されやすかった、あるいは社会全体でも認知されやすかった、そういう側面はあろうかなと思います。少なくとも私はこの間マスメディアを見ていて、日本のマスメディアおよび年長者というのは本当に安保反対で学生が立ち上がるって話が好きなんだなと思いました。やっぱり分かりやすいんですね、象徴的な効果として。ただそれは別に軽蔑していってるわけではなくて、象徴的な動員効果を持つ資源というものを有効活用するというのは資源動員論と、あの社会運動の資源動員論としては正しいあり方ですから、むしろ C 列はそれを目いっぱい活用してこの夏頑張ったと私は思っております。以上です。奥間さんのとても冷静な分析の後にまた私はこれはこれで結構あれなんですけど、まあ開き直ってというあれじゃないですけど、あの実はやっぱりシールズというか当時はまだサスプルだったかもしれないですけど、あの結構外に出るようになってある段階で、あのまあやっぱりその彼らを支えていた、人たちからちょっと相談を受けて、学生だということでなんかやっぱりネットの攻撃がひどいと、で特に女性に対して女子学生に対しての攻撃とかがひどいから、なんかこうで当時はまだ学者の会がなかったんですね。で立憲デモクラシーの会の方でなんかこう、であと就職ができないぞとかなんかそういう脅しが出てるから、なんかあの声明みたいなの出してもらえないかって相談を受けたんです。でそれはあの岡田君たちに相談言われてきたっていうんじゃなくて、その人がたまたまこうああのなんアンチで来たんですね。でただその立憲デモクラシーの会っていうのはその私は体格採用で入ってますけどあの憲法学者や政治学者が割と中心になっていて、あの割とこう高等派といいますか、そのあのいうあれですし、その人数がすごい数いるっていうわけではあのないような感じだったので、それで声明出したところでどうかなと思って、ちょっと何ともできないなと思って結構あの どういうもんなんだろうと思ってたんですよ。そしたらその佐藤先生がこうやって仕掛けて学者の会を、でもシールドの存在を知らないで作ったっていうこのタイミングすごいんですけど、やっぱりでも数で出てきたわけですよね。そしたらそれでやっぱりバックアップするんだと、一緒にお互いやっていこうっていう姿勢を非常にこうあのやられたっていうのは、そういう意味ではあの必要だったところがやっぱあると思うんですね。あの学生だから目立つ、ただ学生だから攻撃される、特に女子学生は目立つ、それで攻撃されるっていうところに対してやっぱりこう大学の教員として黙っていられないところもあって、一緒にやっていこうっていうことで、もしそれが多少なりの権威づけとかっていう役割を果たしたんだとするならば、それはやっぱり学者の会 の一つの役割だったと思うんです。でちょっと長くなるといけないんですが、やっぱり一点だけ言いたいのは、あのシールズに関してで特に学生だということで言うと、やっぱりあのいい意味で未熟な存在なわけですね。熟して完成してない存在であるっていうことがやっぱりあの要は人の目を引くといいますか、でそこに希望があるんだと思うんです。でこれはあの国会前なんか典型的にそうなんですけど、はっきり言ってやっぱり学者の話よりも学生の話が面白いわけですね。それはもう毎回毎回そうなわけです。であの要は学者の場合にはあの先生がと思うと感慨深いんですけれども、やっぱり胸を打つスピーチは学生のスピーチだし、もっと言っちゃうと女子学生なんですよ。いや奥田君の気持ちもすごくうまいと思うんだけれども、特に奥田君はあのその規律正しさに僕はいつも感嘆するんですね。と要はその自由と民主主義のための学生の緊急行動っていうところからぶれないんですよ。であくまでも立憲主義とかその護憲改憲の議論に入らないみたいなこととかっていうのにすごく意識的なんですけど、女子学生はそうじゃなくって平和主義を語るんですよ。でそれがやっぱりすごいんですね。それはもうだから先ほどその立憲主義っていうところで民主主義っていうんで期待してたら出てきたっていうんじゃなくて、そこのさらに先に平和主義の言葉があの出てきたっていうのが、それがその湾岸危機以来ずっとお花畑って言われてなんかいけないんだって話になってたのが、いや自分はその、 あの弱い人間だけれども
やっぱり気高く生きたいっていうことで立ち上がって声を上げるっていうことのすごいのがやっぱりあって、で今日は千葉君もここでやられてたけど、その前に大沢さんたちもされてましたけど、スピーチの多くがやっぱりその日付と名前で終わるわけじゃないですか、その宣言で終わるっていうのは。でそこに至る過程っていうのが、学者だとやっぱり話し慣れてるし、ある程度こう言いたいことっていうのが決まってるから、安心感はあるし、それでうなるところはあるんですけれども、学生のスピーチだとどこ行くかわからないハラハラ感があるっていうんで、僕ある意味なんか出産の現場に立ち会ってるなで最後生まれてああよかったみたいな感じになって、その感動っていうのがやっぱりあるんですよね。要は完成形じゃなくて生まれようとしている平和主義、それを担っていきたいんだっていう決意表明っていうので、おすごいものが生まれた、この場に行ってよかったっていうのがやっぱりあるっていうのは、やっぱり学生の持っている、その要は学んでいる身にある、学び続けたいと思ってて、その一環として自分は自分の考えを表明するんだ、自分のでもさらに学ぶんだっていうことを繰り返してるっていうことがすごいなというふうにやっぱり思います。ありがとうございます。私のように国際的な広がりということで、これ ただの情報提供なんですが、この日本 の憲法9条に関する解釈変更の問題って、これはやはり立憲主義の危機の問題だ と、というふうにやはり国際的にも捉えられてまして、これアメリカでちょっと代理戦争風なところがあるんですけど、ハーバードの先生が、憲法の先生で、いやそれ安全保障に必要なんだったし、解釈を変えてしょうがないんじゃないかっていうおちこちような人がいるんですけれども、そういったなんかシカゴ大学の先生、お前はアメリカ政府がアメリカの憲法について同じことやってもそういうのかって反論したりしてますし、これは両方いずれも活字になっているものですし、例えばそこにいらっしゃる神奈川大学の松平教授先生は、イェールのやはりとても有名な先生、やはり日本の憲法状況立憲主義の危機であるということを紹介する英文の論考を載せていらっしゃいます。そういう形でこれもこの国際的な討議の場、これはもう来年の初めにアメリカでやりますし、来年の終わりには日本にいろいろな人を世界中から呼んできてやろうと思ってますので、そういった形で続いております。何も日本に特殊な問題ではない、ということをちょっと教えさせておこうと思います。以上です。これで第2部のシンポジウムも終わります。シンポジストの皆様ありがとうございました。まずですね、行動提起をご報告したいと思います。学者の会議はですね、今後また新聞と共催で12月6日ですが、日比谷野音から銀座にパレードでデモ行進をするという、これは安全関連保障法の廃止を求めるという行動です。12月6日ですね。それからですね、3月に、まだ正式に決まっていませんが、失礼しました、12月6日はですね、私立と学者の会並びに今度は総係が共催で加わって、学生と学者と市民が立ち上がる、そういう行動を展開します。それから3月ですが、3月にはですね、防衛省を包囲する行動を考えています。自衛隊の命を守れ、自衛隊は海外への派兵を行うんだという、そういうこういう行動を行いたいと思いますということです。それからあとは総係が今後展開します2000万人署名にもですね、私たちも加わっていて共同でやる予定でございます。また学者の会独自では、今日池先生ご指摘あった産学共同問題ですね、でこれは学者の会独自でですね、今後の大学の在り方、学問研究の在り方という形で何らかのシンポジウムを計画したいと思いますが、これはまだ計画中だということでございます。以上が行動予定でございます。また市民の方々も一緒にご参加いただければと思います。今からですね、シールズの、最後にシールズの新しい動画ができたので、ご覧いただければと思います。お願いします。飛び立つはずだった空を見上げた。戦争をした。たくさんの人を傷つけた。何
何もかも失い、ただ命だけがあった。焼け野原に一人ぼっちで種をまこうと思った。新しい憲法、生まれ変わった印、自由とか民主主義、それはただの小さな種で、私はそれを握りしめていた。未来の私のために。高度成長、がむしゃらに働いた。小さな豊かさを棚に並べた。でも海の向こうで戦争は続いていて、二度と繰り返したくないと声を上げた。何度でも何度でも僕は種をまいた。気づいたら豊かさがそこにあって、自分で自分の未来を選べると思った。自由、幸福、平和、平和、何も変わらないってあの子は言った。でもそうじゃないって私はどこかで分かってた。そして大地が揺れた。3月11日、瓦礫の海に立ち尽くす少女がいて、それを見ている俺がいた。関係ない、大丈夫、何も変わらない。握った拳の中に種があった。忘れていた小さな種。人を傷つける言葉が街にあふれた。路上に撒いた種はいつか芽吹くだろうか。関係ない、大丈夫、何も変わらない、その言葉がいつか誰かの命を奪うかもしれない。種をまいた。顔のない視線を、名前のない罵声を浴びながら、ありったけの種を。その種は絶望から生まれた。たくさんの絶望がその種を育てた。あの日、私は確かにその音を聞いていた。まかれた種が命に奪われた。この先の未来は俺たちの手で変えていけるんですよ。種をまこうと思う。いつだってたった一人で。それから法政大学の方々、関係者の方々に心からお願いします。まあ、さまざまな失敗する事態も想定したのですが、ご覧のようにあの極めて円滑、また帝国通りですね、議事を進行することができ、また内容的にももう繰り返すこともなく、歴史的の意義のある大きなシンポジウムを開催することができました。皆さんでこの成功を拍手で確認したいと思います。